リスアニ TV。 さあ続きましてはリスアニホープ、田所あずささんが子供たちのお悩みに答えるよ。2月10日にニューシングル純真オールウェイズをリリースする田所あずさ、そのタイトルにふさわしい純真さで子供たちの相談に答えていく。田所あずさの純真子供相談室。ここは子供たちからの相談に純真な心で答えてあげる純真相談室。今から相談員田所あずさの仕事ぶりをこっそりチェックしてみよう。一体どんな仕事ぶりなのやら。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうぞ。じゃあお名前と年齢を教えてください。さくらです。さくらちゃん何歳？5歳です。5歳。幼稚園生。あ、何組？桃。桃組。私も会いましたよ、桃組。今回の相談者はさくらちゃん5歳。幼稚園児のお悩みってどんなの？相談の内容を教えてもらってもいいですか？忘れちゃった？忘れちゃった？やっちゃぐしゃぐしゃって言って。はい、うん。そうなの？え、なんでそう思うの？わかんない。わかんないの？どうしてだろう。うん。そうか。そうかそうか。いやでも今のママでもとっても可愛いと思うけどね。そうだな。よし、お絵かきしよう。お絵かきをしよう。何が好き？右。右？右。右？道？違う違う。え、ちょっと書いてみて書いてみて。なんだろう。右。あ、わかった。虹だ。虹。どう？虹だね。あ、書こう書こう。虹書こう。ちょっと今いいとこだね。ちょっとごめんね。ちょっと待っててね。お絵かけに夢中で全然相談に乗ってないよね。いや、いいんですよ。それこそがですよ。もう、ね、楽しい。確かにお絵かきは純真で楽しいけど、相談に乗るのが仕事だからね。頼むよ。わかりました。じゃあもう一回だけちょっと行ってきます。さくらちゃん、じゃあもう一回だけ相談。やば、やば、やば、やば。そっか。じゃあお絵かきしよう。もうあのおじさんの言うことはじゃあもう。いや、さくらちゃん、ちょっとすごく楽しい時間だったんだけど、そろそろ時間が来てしまったから、じゃあお姉さんなりにまとめるね。まとめました、今回の相談を。これです。楽しかった。相談には乗れてなかったけど、さくらちゃんが楽しそうだったからよしとするか。もうね、一緒に絵を描くことこそが純真。もうすごく楽しかった。なんか私が再びこうなんか心を取り戻したというか、純真さを取り戻せたなって、そんな気がしました。さくらちゃんとまた遊びたいです。はい、終わり。